友釣りに初挑戦したまなかちゃん、はい、そして今回一緒にやってきた先輩のともこちゃんは久しぶりの引き抜きに苦戦しながらも釣り上げることに成功した。今日はちょっと流れのある背、この前とあの真ん中ちょっと黒いの見える？ちょっとあの暗くなってるところ、うん、変更かけたらよう見えねえけどな、苔残ってるやろ。黒くなってるのが苔が残ってるってこと、うん、でその苔を食べにアユが集まる、寄ってくるな、うん、それを狙いに行きましょう。はい、入りました。もっと後ろ、はい、そこ。まずはその寄りぐらいからやろうか。はい、2日目ということもあって少し慣れてきた様子のまなかちゃん。しかし昨日の雨の影響で濁りが入り、川の水量も増えているので初心者には難しい状況だ。ゆっくりゆっくりやで。はい、アユが泳いでくれないのはどうしたらいいんですか？ん？アユ泳いでないですよね。いや、泳いでないことはないんじゃね、これで。あ、そうなんですか、うん、これ流れ、昨日と違って流れがない、結構きついんよ、これ。はい、泳いでるけど、うん、進めてないだけ。そう、昨日はゆる流れがほとんどないようなとこやから髪向いて走ってたけど、うん、アユのいるところに行ってもらわないといけないじゃないですか、うん、そういうこと。今度は自分でこう探っていきゃいいわけ。探っていく。もうちょっと進みますか。うん、おとりが動かんときは自分が動きゃいい。あ、はい。追いがないようなので移動する。こう糸を引っ張ったときに、はい、おとりがこう尻尾を振る感覚があったらヒュッと緩めた。もう50センチぐらい向こうを取り入れてみえで。50センチ？うん。自分が下がってみ？下がる。下がって同じことしてみ？これ下がるのはどうしてですか？自分がこっち、岸の方バックするやん。はい。ほんならこの角度が変わるし、お取り向こう行くの。角度。竿と糸の角度変わるやん。それが開くと、うん、開くとおとりが向こう行く。反対側の方に行くってことですか？そういうこと。ここは先ほどよりもさらに水深の深いポイント。アユを送り出し川底付近を探ると、何やら反応があったようだ。あ、釣れたんちゃうか。ゆっくり上げてみ。うん、かかってます。え、どう、あ、切れた。切れた。え、せっかくかかったアユだったのに仕掛けごと糸が切れてしまったようだ。な仲いいでもいいや、また釣れるって。全然今分かんなかったです私。糸緩めたらバレるんよ、うん、糸は緩めたらあかんけど引っ張りすぎたら切れるんよ。その微妙なとこなんこれ。ちょっと早く言ってくださいよ。いやいや、それはかかってからの話やさかい、しゃないな。1から10まで言うたら何という難しい、もうやめとこうってなるやん。一個ずつ言うてから。じゃあ次かかったら、うん、あ、かかりましたって言ってちょっと待機します。ちゃんと待ってますね。気を取り直して当たりのあったところへアユを送り出す。頑張れまなかちゃん。もう一度連れてきてくれ。出てくれ。かかるぞかかるぞ。かかるぞかかるぞ。さっきバレた2匹がかかったら3匹同時に釣れるってことですもんね。そう。これすごいな。アユがついている石は分かった。おとりを縄張りへ送り込めばまたアタックしてくるはずだ。
その前にも石入ってるの見えるやろ。そこにちょっと茶色になってる。ちょっと待って、これ何、これ何ですか。それや、かかったよ。これかかった。よし、どうしたらいいですか。ゆっくりちょっと、もうちょっと下がって、下に下がる。ああ、こっちこっち、さあ、はい、こっち倒して、こっちに倒す、はい、うん、ちょっと小さいけどな。でこっちずっと寄せてきて、自分も下がる。ちゃう、逆逆それ上がるや。あ、はい。でずっと竿を立てていくな。竿を立てていく、うん、はい、よし、ゆっくりゆっくりやで、ゆっくりやで、はい、ゆっくり自分が下がりながら竿を立てていって、ね、うん、ちょっとへっぴり腰みたいになってますが、まっすぐ竿を立ったら、よしよしよし、いいぞいいぞ、はい、抜け抜け、玉を持て、片手で竿を持ってこうか、こう持て、よし、まだやで、まだやで、そのまま、よし、あ、あ、バレた。また涙や、ここで。ちょっと、そんな、何がそんなにいけた。あ、これバウンドしたら。バウンドしたからですか。うん、糸が緩むとバレるんや。難しい。釣れても。釣れても上がってこないとかな。上がってこないなんて。一方、先輩のともこちゃんはというと、順調に釣り上げているようだ。流れがきついポイントだが、おとりがノアユの縄張りに届くようアドバイスをいただく。この日は川が増水していた。こういう時は水流が強くなり、流針の藻が流される。そのため流れが緩く藻が残っている川の両脇がポイントになる。ともこちゃん、バランスを取りながらの引き抜きに苦戦しつつも数を伸ばしていく。さあ、まなかちゃん、そろそろ一匹釣り上げたいところ。そのポイントまで持っていくのも難しいですね。こうやって泳いでる時に竿先でおとりがどっち向いとるかによって糸の角度をおいらは変えるわけ。うん、あゆがこっち向いてる時に引っ張ったらこっち寄ってくるや、おとりが、はい、手前向いてる時に、向こう向いてる時に引っ張って緩めたったら向こう行くけど。あー、なんかそこもまだ感覚が掴めてないから。そんな分かってもたくまりますわでも何回もやっていけばだんだんそういう感覚がつかめてくるんですよね。うん、おとりがどっち向いてるとかな、嫌がってるとか。こっちをもうちょっとしんちゃうな。あ、そうそうそう、脇を締めるってことですね。脇を締めて、うん、うん、うん、お、ちょっと上げてみ、ちょっと上げてみ、お、髪登ってっと、ん、ゆっくり上げてみ、ぐーっと、重いか、もうちょっと上げてみ。そんなに重くないです。重くない。あー、でも、あ、でもすごい引っ張ってってるのは、あ、ちょっと重たいかも、やっぱり重くない。あ、1匹しかついてないですね、これ。ついてない。ついてないですよね。今ついてるやろ、ほら。タモ持って、タモ持って上げて、あ、バレたちょっと山崎どうした。ザキヤマどうしたやな。ザキヤマどうした。神桂の鮎はそんな簡単に釣れないよって言われてんちゃう。釣ってやる。かかってはいるが、引き抜きで苦戦するまなかちゃん。次こそは、あ、これエビですか。じゃあ、え、エビっていうのちゃうか。え、重たいですよ。ほんま、ずっと上げてみ。上げるって竿。バウンドしないように慎重に引き寄せる。大
待望の一匹目だ。その調子でゆっくりゆっくり。あれ、アユが3匹？え、3匹ついてる。あれ、なんで？え、あー、これ先切ったやつや。先切ったやつ。帰ってきた、はい、帰ってきた。こっちに今張り掛かってたしな。はい、これがノアイですね。それてんね。初めての釣りでこれ釣るか。繊細って坂本先輩が言ってた意味がすごいよく分かりました。本当にやっぱ生きてるアユで釣るので、こうアユの思いと私がこう進んでほしいっていうのがなかなか合致しないと、さらにこう強引にやってしまうと向こうも抵抗するので、うまく誘導する、こうあと引き抜く時も本当に丁寧にやらないと、あんな風に糸が切れてしまうんだなっていうのをすごい感じました。でも面白いですね、奥が深い。ちょっともう一回、あれあれもうスタスタ行っちゃった。もう一回教えてくださいね。今日は4匹ですね。4匹やね。三バラシの4匹ですね。そう昨日と足して8。ああ惜しい。続けてきなかった。あれがバラさん打たらへんやけどな。そうなんですよ。後悔しきれないですね。そうやったら10匹超えてたよ。惜しかった。今日は楽勝に超えてた。ね、やっぱりこのタモキャッチが難しかったですね。1メーター差を伸びて、でこの中のやっぱここまで強いね、そう流れのところに入ったのが今回初めてだったので、その時はなかなかな操作がしにくい。そうですね。ここをなんとかクリアして、まあ、次回ちょっと数伸ばしたいですね。キュンとこう上げたらまっすぐ前へ飛んでくるから、はい、自分のところへ飛んでくるから、はい、それをタモでこう受けたらいいんやけど、うん、こんなしてるから竿がこっち寝るや、うんうん、その向こうはふーっと飛んできて紙落ちてるや、まあ紙落ちても構わないんやけど、はい、落とす時にちょんと竿が緩むと、はい、パランとバレてまうから、ゆっくり水の中つけたままでスーッと向きたら自分のところへ来るから、それを手で取って入れてもいい。じゃあもう失敗してもとりあえず水につけない。そうそう、なるべくつけなくてこうやってまたビラビラとしとった方がバレにくい。わかりました。次回それを生かして、はい、いいの釣れましたよ。綺麗でしょう、ね、厳しいながらもなんとか2人ともアユを手にすることができた。特別に釣りたてを調理していただいた。お疲れ様でした。お疲れ様でした。釣ったアユを塩焼きにしてもらったから、はいはい、ね、美味しそうよね。はい、いただいていいんですか。どうぞ食べてください。いただきましょう。はい、うん、うん、最高ですね。美味しいやろ。美味しい。あ、もう塩の加減もいい感じやし、もう身がほんと柔らかいですね。うん、まあ今まだ若いやからな、うん、あ、そうですか、うん、ここからやっぱ香りとかも出てくるんですか。うん、香りもあるし、もっと身が締まって脂が乗ってきたらまた違うわ。へえ、まあこれはこれでいいですね、うん、これはこれでね。え、うん、そうそうそう、うん、あ、ちょっとほろ苦くてね、内臓も、うん、そう、うん、まあ、次はもう一回真ん中、真ん中を3回楽しむ。そうか、立てて食べた方が良かったんですね。うん、いやいや、いいですか。いいよいいよ、こんなん甘ものくいいから、ね、してます。美味しいか。うん、どうだった改めて。まあ最初に坂本さんが繊細な釣りだって言ってたのが、うん、こういうことかってすごい分かりました。本当にあの最初は扱いに全然慣れてなくて、こう強く上げすぎちゃったりとか寄せすぎちゃったりして、アユを何回か岩にぶつけて傷つけたりもしたのででもそれがだんだんこうなんて言ったら力加減だったりとか分かってきて、で今日はあの竿をどうやって倒したらいいのか、立てたらいいのかとかも細かく教えてもらえたので、すごい勉強になりました。いい感じやな、アユはなりました。いい感じに、うん、あ、よかった。釣りしらしくなってきた。あ、本当ですか。本当なんかポイントによってもだし、そう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 、川の流れの強さにもよってもだし、うん、量によってもだし、うん、全然違いますよね。踊りが弱ってるとな、元気ないのと違うし、引っ張ってると1メーター、おが引っ張って踊りロケットみたいな、ね、びっくりですね、踊りもね。アユの習性を利用し、日本で独自に発展した友釣り。
それぞれに経験を積み満喫